ツーリングで長時間走り続けるとそれだけバイクに負担がかかると思いがち。途中で給油するガソリンも高価な廃屋を入れた方がバイクにも良さそうに思うかもしれません。でも愛車が廃屋指定でなければその必要はないのです。今週はそんなガソリンの話や長距離ツーリングで疲れないライディングポジションについてのトークです。ツーリング行くとね、よく時々、はい、そのビギナーさんに僕聞かれるんですけど、はい、長距離走ったんで、はい、高速道路も走るから、早送りがいいですかって言われるのね、はい、って早送り入れた方がいいですか、っていう気持ちも分かんない。あ、なるほど。なんとなく分かる。なんとなく感覚的には分かっちゃう、ですよね。廃屋指定でないバイクでも廃屋を入れた方が愛車のためにはきっといいはず。ビギナーはそう思ってしまいがちですが、これは大きな間違い。廃屋は高温高圧縮状態でも自然発火せず、その反面点火時には一気に燃える特性を持った燃料なので、高出力を得るために圧縮比を高く設定したハイチューンエンジンにしか廃屋の特性は生きないのです。どんなバイクでも廃屋の方がいいというわけではないのですね。で、別にだからレギュラーガソリンが悪いわけじゃなくて、そういう特別な高温高圧縮のハイチューンエンジンには廃屋負担の特性の方が合ってるわけですね。逆にレギュラーガソリンでいいエンジンに廃屋を入れてもほとんど変わらないわけだ、場合によっては、その火炎連発とエンジンの間が合わないと、ちょっとパワーが落ちてるかもしれない逆に、という可能性もなくはない、メンテの基本がしっかり分かればあとはツーリングを楽しむだけ。しかしツーリングは距離が長ければ長いほど疲れてしまいます。長距離のツーリングで疲れないためには一体どうすればいいのでしょうか。どこまで行くんですか、ツーリングは。伊豆の方まで一走り、はい、連れて行っちゃうんだ、はい、片道150キロとか、うん、あれもうだよね、はい、泊まりがけ。いや、日帰りで。日帰りで当たり前じゃないですか、バイク人ですから。うわ若いうちは日帰りだよな、はい、そうですね、そうだ。だとね、まあ、朝早くからずっと乗ってるじゃないですか、はい、で、まあ、これいずれねライディングでも教えるけど、はい、きちんとしたライディングポジションにしてないと疲れれば疲れるほどこう、はい、手のひらとかがどんどんこう開いてきちゃって、こういろんなところに血行悪くなるのね。そうするとこう振動も含めて背骨にも良くないし、はい、でぼーっとしてきてて、最終的にはこうなんかこう飛び込んできたりとか、なんかっていうことに対して反応悪くなってきて、はい、あとはそのバランス感覚がどん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 鈍くなって疲れてくると、だからね、なんとか今日一日わあちこちで危なかったんだけど、一回も立ちこぎもせずに家へ帰ってきました、さあ家へ帰ってきたしまおうかなって、またいで降りた時にガシャーよくありますあーみたいなとか、最後の角曲がる時に、はい、なんでっていう、バターンとか一時停止で、そういうね、こう、はい、いざって時にあと一歩足が出ればいいのに間に合わなかったりするんですよ、そういう風にならないためにもきちんと全部基本であるこう、はい、背中でこうね、ちゃんとこう軽く、ね、猫背にした状態でクッションができる状態で膝頭もちゃんと前向いて、つま先も前向いたっていう、はい、ちょっと窮屈なんだけど、その格好をしてると6時間目、7時間目、8時間目で差がついてる。最初は慣れるまではなんか窮屈だなと、もっとこうなんかほらね、気楽になんかこうどうでも歌っていいじゃんと思うかもしれないけど、長い時間はキュキュキュ、なんか硬いこと言ってますけど、ぜひその辺を気をつけて、まあこれだけね、くつさがないっていうか口うるさいのがわー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 横で言ってるんで、まあ大先輩もいますもんね、ぜひついてってね、ゆっくり行きますんで、休憩しながら、はい、ぜひ皆さんもですね、オートバイを完璧な状態というか ね、バランスのいい状態、乗りやすい状態にして、はい、この今シーズンね、いい思い出をいっぱい作って、はい、バイク楽しんでください、はい。